回のスピチューブは岡山表町商店街の路地裏にあるラーメン屋に突入したいと思います。そこには今回驚きの一品があります。今日は久しぶりの表町商店街に来ております。ちょっと外れた方にあるんですけど、すぐ近くなんですけど、ラーメン屋さんがあって、麺屋学長っていうねラーメン屋さんがあって、私も結構よく行ってるラーメン屋さんなんですけど、そこをちょっと行ってみたいなと思って今日は来てます。この曲がり角を曲がってもらって、あのラーメン屋さんです。提灯がある、このラーメン屋さんが今日ね、まあ、ラーメン屋さんっていろいろあるんですけど、まあ、ここ本当どのラーメンもすごく美味しくって、まあ、だし豚骨ラーメンとか、あとは普通にあの塩ラーメンとかもすごい美味しいし、はい、もういろんなラーメンの種類があるんですけど、今日はねここに載ってるラーメンじゃなくて、なかなか岡山では見かけないラーメンがあるんですよ。なんでそれをちょっと紹介しようかなと思ったんでやってきました。メニューもねたくさんあってですが、すごく、まあ、普通に学長ラーメンっていう、まあ、普通に当店一番のおすすめの塩ラーメンでございます。以外にも中華そばとか、さっきと外にあっただし豚骨ラーメンだったりとかね、そういうラーメンがいろんな種類があって、今日はこのシンプルイズベストの考えから生まれた出汁だけで作られたラーメンを食べたいと思います。めっちゃ美味しいんですよ。はい、はい、こちらが、ラーメンを作ってる工程になります。でこちらね、今普通にいつもこう載せてるようなラーメン作ってる工程になるんですけど、いやこのラーメンここからがすごいんです。こちらの、工程を今特別に、麺屋学長さんの YouTube チャンネルから抜粋させていただいております。詳しくは、YouTube の概要欄に麺屋学長さんの YouTube チャンネル載せてますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。見た目が大好きなんや私。ツヤというか、この感じ美味しさでしかないみたい。いただきます。いやもう安定よ、めちゃめちゃ安定。このだしスープがもう本当心を癒してくれるというか、こうなんか本当疲れたなと思う時に食べてもいいし、まあなんか飲んで最後締めのスープってこうあっさり終わるっていうのもいいし、
もう仕事疲れにもすごいぴったりというか、もう本当にあーっていうかお風呂入った感じぐらいなんかこうほっとする。安定の美味しさ、めちゃめちゃ美味しい。スープなんですけど、はい、どういうスープ？あ、これはスープ和風だしなんですよ。へー。北海道産の天然の真昆布とうるめ節と、うるめ節とサバ節、この3つを低温で2時間低温抽出して、その中に瀬戸内海産の塩を入れて、瀬戸内海の塩、はい、また塩にもこだわりがあると、はい、塩とかこだわると全然味違いますよね。はい、このラーメン専用のスープで提供しています。あ、なるほど、はい、このラーメン最初からあったんですか、当時？いや、味噌出した時からオープン当初なかった。なくて、はい、新商品の期間限定ラーメンとして、みんなから反対されたんですけど、思い切って出しました。反対されたんですか？誰も反対してくれなかった。やっぱ具がないとラーメンなんて売れないだろうって思ったんですか？まあそうですね。なるほど。でも実際期間限定出してみたらすごい反響があったっていう。すごい反響。いやもうすごい見た目じゃいいんですよ。本当に。味なんですよ。もうめちゃめちゃ美味しいし、この出汁は、まあ、食べてみないと、まあ、分からないと思うんですけど、ぜひ皆さんに食べてもらいたいなと思うぐらい美味しい出汁のラーメンですね。最近はねシンプルっていうか、こう白とかなんだろう、こうシンプルな家具とかそういうのが流行ってきて、シンプルラーメンっていうのはすごいおしゃれな感じがするような感じするんですよね。いやおしゃれですよね、意外と何もなくって美味しいっていうラーメンってなかなかないと思うんですよ。でなんかこう女子も入りやすいしって思ってたら、なんかラーメンランチコンっていう、私はこれを見つけてしまったんですけど、婚活パーティー婚活パーティーってちょっと私初めて聞いたんですけど、毎月第4日曜日の15時から毎月、これって予約告知するんですか？そうね、直接こちらに来ていただいて、あと QR コードスキャンしていただいて、そこから予約していただければ。あ、じゃあもうここに来た人しか来れないような設定の婚活って感じですか？あ、まあ、それだけで、インターネットからもデビューできる、無難に一度来ていただいて、ここから QR コードでやっていただけると簡単に申し込めるかな。すごい。でカップルも成立してると書いてあるんですけど、3組過去に結婚されてる方、3組結婚してるんですか？はい、してます。待って、ちょっとうちこれ結婚できるかもしれない。ここで行きたくね。これ私参加しようかな。失礼いたしました。美味しかった。やっぱり安定のって感じ。本当にここはよく結構食べてるんですけど、ほんまに美味しい。で、どのラーメンも、この具ある日のラーメンももちろんね、美味しいんですよ。なので、ぜひ皆さん、こちらに、ね、ぜひ近くに出た際には、食べに来ていただけたらなと。女の子とかも入りやすいので、一人でも全然私入るから、女子一人とかでも全然行きやすいかなと思います。この辺撮るの。はい、始まりました。え、暗くならなかったさっき。今私がすごいこうやって叩いたら暗くなった。すごくない？なんか持ってるよな。はいはい、始まりました。カラペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。カバンスピチューブ始めました。こちらでは揚げにくい動画、
短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。